でもって86年ですよね、はい、その地獄の浪人だよ、浪人です。また戻りました。好きなことやらずに何が青春じゃって言いたい。いいね、キャッチコピー作ってるしね。あ、幕末青春グラフィティなんていうね言い方も好きなんだよ、すごく。だ、好きなんだけど出来上がりがちょっと言うんだよ。出来上がりなかったですね。でもそのソニーカーですか、素晴らしいよね、いろんな方が。そうですね、要するに小田に、うん、よく頑張りましたね、あれね。これは加藤さんと田子さんですもんね。そうです、そうです。なかなかがギター弾いてるしね、すごいですね。さすがだったな。これは豪華キャストだよね、そういう意味じゃ本当に。あのずいぶんなんか俺現場にいて1ヶ月いたからあれだけど、お金もずいぶん制作費オーバーしたみたいだよプロデューサーから泣き言聞いてるけど、また行っちゃったとかさ、毎晩泣き言言うんだよ。また超えちゃいましたよ、監督が今日も撮らなかったとかさ撮れって俺なんかもうね、撮れよバカ野郎とか言ってるの、監督に。お前バカ野郎、黒田1ヶ月ずっといたんですよ。俺いたよ、あのすごい離れ小島に毎日ロケに行くんだよ、はいはい、もう福山のね先の方にやって、広島県の、はいはい、そこの、うん、ホテルにずっと1ヶ月いた、はい、きつかった、本当にきつかった。で毎日その出番があるわけじゃないんです。ない、あの、である日なんか行くとないんだ、行って離れ小島に朝ね船で渡るわけ。あ、離れ小島でロケやってんだよ。そこに全部セット作ってある。そこにセット作ってる離れ小島で、人来ないからいいんだけど、離れ小島なんてそこまで船で行くんだよ。とりあえず行かなきゃいけない。行かなきゃいけない、うん、行っちゃって1日待ってて、うん、ついに拓郎さんのシーン今日ありませんとか言われるわけ、夕方に。撮ってくれよ、よく我慢しました。いや俺はだからすごい怒ってるんだって、拓郎さんが。俺は怒ってるの、現場で撮ってくれこの野郎。だって86年の拓郎さんといえばもうね、ちょうど妻声を終わって、それで引っ張り込んで音楽活動ちょっともうっていう時で、はいはいね、やめるな、やめるやめないって言ってたから、はい、まあ映画をねやっぱり、ね、体験してみたかった、うん、だからすごい嬉しいなっていうことと、はい、行ってみてこんなきついと思わなかったっていうのがあって、はい、ほらきついこと嫌いじゃない俺きついことは割と楽しいこと好きだけどきついの嫌いなんだよ。映画はきついんだよ、坂崎、ね、そうですよね、ほんときつい俺もう映画は二度だ。浪人が終わった後に絶対映画のオファーいろいろあったんだけど、はい、全部お断りしてるの。もう名前出さないと某有名監督の主役の映画、主演の映画とか2本ぐらい来てるけど、絶対にお断りしてる。丁重に映画は真っ平ですって。絶対出れないって映画ね。きつかったんだもん、すごいきつかったもん俺。嫌だもん俺は。なんかまた2人でやられたらいい。いやだって哲也が、だって今の現、もし高杉晋作とか、ね、坂本龍馬が長生きしてたらっていうドラマを作るんだったら参加しようかな。でもなんか行きたいね、一本ね。